まあモーセに率いられたですね、出エジプトしたイスラエルの人々のその出エジプトの40年の荒野の旅については、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というですね、聖書の最初の最初の創世記の次の2番目から5番目までの4つのですね、書に記されているわけです。そして申命記はもうその40年間の旅がですね、終わろうとしている時ですね。でもうすでに目の前に約束の地が見える、あとはこの川を渡ってヨルダン川を渡って神様が約束してくださったその地に入っていくところだってですね、そういうところでこれから入っていく約束の地においてどのように生活すべきかっていうことでですね、それで、イスラエルの人々に対してですね、こう律法の言葉としてそれをまあモーセを通してイスラエルの人々に教えている箇所なんですね。出エジプト記から申命記までその今言った4つの書の中にさまざまな戒めが出てきます。そしてその内容といいましょうかね、その精神というか中心的な神様のそのイスラエルに対する期待っていうのは変わらないですね。出エジプトの最初の時に言われたことも、出エジプトの旅が終わるこの時に言われたことも、そのなんて言いましょうか、中心的なおっしゃろうとしていることは、あまり違わないんです。しかし、出エジプト記の方はこれから旅を始める前にですね、これから40年の旅、まあ実際その時まだ40年で決まってたわけではなかったんですけども、しかしですね、これからの旅のために必要な戒め、そして今申命記はこれから約束の地に入って定着していく時に必要な戒め、まあそんな風になっているわけですね。まあ随分前ですが、前回の11月26日はですね、申命記の30章を16章をですね、読んだわけです。そこでは杉越祭とか七州祭、七州の祭りとか狩猟祭、狩猟の祭りとかですね、そういう重要なイスラエルの国のですね、その祭り礼祭についての箇所を読みました。その16章の前後もですね、もうずっとこの30章の前の29章までですね、ずっとさまざまな戒めがですね、ずっと書いてあるわけです。礼拝についての規定であるとか、自分たちを神の民としてふさわしく清く保つことについての規定とか、それから隣人関係とか家族関係とか、そういったことの中で何か問題が起きたときにそれにどのように対処すべきかとか、そういったですね、規定がずっとこう記されていました。その戒めを守ることによって主なる神様だけを愛するということ、それから自分のように隣人を愛するということが具体的な場面でどのように生きられるべきか、生きるべきか、まあですね、そのことが、まあ、いわばそこに記されているわけです。イスラエルの人々はこう何か細かい律法にガチガチに縛られているような印象を私たち持ってしまうかもしれませんが、その心はですね、主なる神様だけを礼拝するということと自分のように隣人を愛していくということ、そのことがこの場面ではどうすればいいのか、この場面ではどうすればいいのかってですね、まあ、そんなことが細かくですね、規定されているということであります。そして、申命記のですね、本当にこう一番大きなこうメッセージは、主なる神様以外の神様を拝むならば、ここで神様が約束している祝福は与えられません、災いが与えられますと、そのことですね。まあ、いろんな細かい規定があっても、その根本はさまざまな偶像を拝んではならない、他の神々を拝んではならない、ただこの神様だけを愛しなさい、礼拝しなさい、従いなさいと。ですからそうしないときに、この律法を守ることによって約束されている祝福を得ることはできないよということなんですね。まあ、今日は命を選ぶとあります、タイトルをつけてますが、この申命記の中でたびたびですね、神様に従うことは命を選ぶことであり、他の神々を拝むことは滅びを選ぶこと、死を選ぶこと、災いを選ぶことなんだ、まあ、そのような言い方をですね、神様はしているわけですね。今日もまたですね、3つのポイントで、このですね、聖書の箇所から教えられてまいりたいと思います。1つ目のポイントは、主の戒めは今日ですね。今日、この今という時間ですね。今日、私たちに語られているんだということです。この今日というですね、言葉をちょっとこう思い巡らしたいと思うんですね。今日の申命記の30章の
11節から20節のとこだけを読んでもですね、今日という言葉がたびたび出てきます。今日も11節に私が今日命じるこの戒めと、15節にも見よ私は今日あなたの前に命と幸い死と災いを置く、16節には私が今日あなたに命じている通り、18節には私は今日あなたに宣言する、そして19節には私は今日、ちょっと省略しまして命と死、祝福と呪いをあなたの前に置くとですね、この短い箇所の中にも今日という言葉が5回も出てくるわけです。先ほど申し上げましたけれども、その申命記は出エジプトの旅がもう終わろうとするところの最後のところでありまして、そしてもう目の前に自分たちが神様が与えると言われているその場所を見ながらですね、その川の反対側でですね渡っていく前に、これから入った場所でこのように生きなければいけないよということを、教えられる、そういう箇所であります。その、時に神様は繰り返し今日という言葉をイスラエルの人々に呼びかけているんですね。この神様が繰り返し今日と呼びかけることは今の私たちにどのようなメッセージとなっているでしょうか。よくですね、現在、過去、未来という言い方をしますね。もちろん過去も未来もそれぞれ意味があり大事ですね。過去がなければ今の私たちはないし、今の私たちの歩みが未来を決めるという意味において、それは全て結びついていますから、過去も未来も大事なんですけれども、しかしやはり信仰生活においては、今日、今の私が神様に対してどうであるかということがやはり重要ですよね。これまでどのように祝福に満ちた信仰生活を歩んできたとしても、どれだけ今まで充実した信仰生活を歩んだとしても、またその反対に、これまでどれだけ失敗だらけの信仰生活であったとしても、でも今日、そして今日からどのように生きていくのかということが大事なわけですよね。今までこうだったということは、それが未来につながっていなければ意味がないわけです。昔一生懸命信じたということが私たちの未来を保証はしない。今どのように神様の前に私たちがいるかということですね。神様はモーセを通してイスラエルの人々に今日語られる戒めに今日従いなさい、そのように言われるわけです。新約聖書にもさまざまな私たちがですね、ちょっとこう好きな、もしくはこうですね、約束となっている御言葉がありますね。一つは、今日読みたいのはですね、コリントの第2コリントの4章16節、だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきますというですね、この本当に信仰はどのような年齢になってもですね、内なる人が日々新たにされていくという恵みなんだという、本当にこう素晴らしい約束がありますけれども、これは今日主の御前に出て語れる御言葉を求めて、その御言葉に聞き従おうとする、その信仰の日々の中で実現されていくわけですよね。今日御言葉に聞こうとしない、今日御言葉に関心がない、今日は従うつもりがないというならば、私たちが新しくされていくという恵みが本当に実現するんでしょうか。この出エジプトの40年の旅の中でですね、毎朝ですね、マナという不思議な食べ物が与えられたということが聖書に記されています。このマナの不思議なのは、その日の分しか集めることができないということですね。そして少なく集めても多く集めてもいつもぴったりだった。神様はその人その人に必要な分を与えられると。そのことからこのように申命記には書いてあります。申命記8章3節、人は主の口から出る全ての言葉によって生きる。神様はマナーを与えることによって、もちろん飢えないように、飢えてしまわないようにそのマナーを与えられましたが、それは単にお腹を満たすためだけでなく、人間が主の口から出る全ての言葉によって生きることを教えるためであったと書いたんですね。この前には人はパンだけで生きるのではなく、
主の口から出る言葉によって生きるということをイスラエルの人々に教えるためにと。私たちが食べ物が食いだめできないということはよく分かっているわけですね。よく今日ちょっとこうお昼が多かったから夜少なくしときましょうってね、よく言うんですよね。で実際そうなんですけども、でも意外とですね、夕飯の時間にはお腹空いてなくてもですね、夕飯ちょっと軽めだったからってですね、急に10時ぐらいお腹グーグー空いてですね、あ、ちゃんと夜食べておけばよかったと思ったりするわけですよね。よく台風が来ますというとですね、スーパーやコンビニで少しこう買いだめしときましょうってね、買いだめはしますけれども、明日は買い物に行けないから明日のご飯食べちゃいましょうっていう人はいないんですよね。明日のご飯は明日やっぱり食べないといけない、それと同じなんですよね。今日すごく御言葉を通して教えられたからしばらく大丈夫だろう、ね、1週間は大丈夫だろう、1ヶ月は教会に行かなくても大丈夫だろう、そういうことは全くないわけですね。それは食べ物と全く同じですね。御言葉の恵みはかつていただきましたでもなく、そのうちしっかりといただきますでもなくですね、今日その御言葉をいただくべきであるということを神様はいろんなところで私たちに教えています。主の戒めは今日私たちに語られるものです。そして今日私たちが心傾けるべきものです。そして今日私たちが従うべきものである、そのことをですね、また改めて今日心に刻みたいと思います。二つ目に申し上げたいことは、主の戒めは命と死の選択を私たちの前に置くということですね。まあ、命と死の選択なんてちょっと重たい言葉ですけれどもですね、しかしそれは霊的な意味において、そして神様との関係において、つまり究極的な意味において、主の戒めは命と死の選択を私たちの前に置くものであります。11節から15節まで、ちょっと長いですがお読みしたいと思います。11節から15節まで、私が今日命じるこの戒めはあなたにとって難しいものではなく遠いものでもない。それは天にあるものではないから、誰かが私たちのために天に登ってそれを取ってきてくれるなら、私たちはそれを聞いて行うことができるのだがというには及ばない。またそれは海の彼方にあるものではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきてくれるだろうかと、くれるのだろうか。そうすれば私たちはそれを聞いて行うことができるのだがというには及ばない。その言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口に、あなたの心にあるので、あなたはそれをすぐ行うことができる。見よ、私は今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。神様はここでイスラエルの人々に、律法の戒めは難しいものではなく、遠いものでもないというふうに言っています。つまり、行うことのできるものだということ。ことですね。まあ、あるですね、先生が聖書に記されている命令の言葉ってこう言いました、聖書に記されている命令の言葉ですね、そう、戒め、こうしなさいとかこうしてはならないとか、そういった言葉は枷になるようなものではなくて、むしろ神様の約束なんだと、こうしなさい、こうしてはならないって、ね、こう命令形で書かれていますけれども、それは神様が望んでおられることを私たちも行うことができるんだという、そういう約束なんだって言うんですね。それは14節にあるように、その言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口に、あなたの心にあるので、あなたはそれを行うことができるからであります。パウロは新約聖書のローマの信徒の手紙の10章6節から10節でですね、今読んだ箇所を引用しているんです。今日読まれたですね、ローマの10章の6節から10節ですね。あ、ほとんど同じ言葉だなと思われると思います。ちょっとそこも読んでみます。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が底なしの淵に下るだろうかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っているでしょうか。言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口に、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、
あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるのです。パウロはこのところで救いの恵みを受けるために何が必要かということをまあ言っているわけですね。それはイエス様が主であるということを口で告白すること、まあ、口で告白するっていうかですね、本当にそれを表明するということですね。でも口で言えば、まあ、口で言うのも勇気がいりますし、私たちは口で言うということは当然心で信じているからだっていうふうにまあ思っているならば、まあ、口も心も一緒ですが、しかし口でただ口だけ だけで言えばいいんじゃない、言うまでもなく心で主イエスの復活を信じることが不可欠だということですね。逆に心では信じてるけれどもそれを表明しないということではまたそれはいけないということで、まあ、表明って別にこの世の中にですね言い広めなくてもいいわけです。しかし私たちが教会で、洗礼式を受けるということの一つはそれですよね。つまり、教会のメンバーに私もその信仰を持っていますということをいわば告白する。表にこう現れてくるところの信仰の行動とまたその行動を生み出すところの内側の信仰の両方が大事だということですね。モーセはイスラエルの人々にいろんな律法の戒めを教えて、この戒めを守ってればいいんですよと、とにかくもう表面上でもこれ守ってればいいんですよというふうにそのように言っているのではなくて、神様に対する信頼と愛の表れとして律法に従うようにとそのように教えているわけです。まあ、今でもですね、ユダヤ人たちはこの律法を守っていると私はそのように理解しています。もちろんいろんな立場の人がいるようですね。本当にこうガチガチに保守的に守っている人も いればですね、あまり縛られないようなユダヤ系の立場もあるようですが、しかしまあこれを守っている人々がいるわけですよ。で何かこうですね戒律に縛られているという印象を持ちますが、でも彼らはそんなふうには思ってないんですよね。神様から特別な生き方が与えられている、むしろこれを生きることが誇りなんだってですね、彼らは喜んで何かこう縛られているという窮屈さを我慢しているんじゃなくてですね、むしろ神様が我々だけに与えた特別な生き方を喜んで誇りを持って生きるという、そういうまあ気持ちがそこにあるわけですね。まあ、私たちは必ずしもその律法の戒めそのものを細かく一つ一つ守るわけではありませんけれども、しかし神様の御言葉を、まあ、従うとかね言いますけどね、それは神様に対する愛と信頼の表れです。信仰の心が内側にあるからこそそれを守ること、それを生きることは難しいものではなく遠いものではないわけですね。神様は神に従いなさいと言いますが、それを選択として示すわけです。神様に従うということと従わないということもですね、選択を私たちの前に置いています。15節に、見よ、私は今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。律法に従うということは神の喜ばれないことはしないということですね。そして主なる神以外の神は拝まないということですね。そこに命と祝福がある、だからそこに留まり続けるようにと神様はここで言っているわけです。ですから律法を行うこととしてのですね、対価といいましょうかね、引き換えに命と祝福を得るということよりも律法を行わないということはもう神様のこうですね、まことの神様以外のものの中に身を置くということになる、だから命はないんだと。律法を行わないということはこのまことの神様以外の神様と約束を結ぶことなんだと、だからそこには命がないってことですね。信仰という名の戦場というですね、まあ、そういう文章がありまして、まあ、信仰や思考、考えるですね、思考という名の戦場、まあ、戦場は戦う場所ですね、まあ、そういうちょっと信仰の文章がありましてですね、ちょっとその中から少し抜粋してご紹介したいと思います。まあ、ここではですね、シェリルという女性のことが言われていまして、まあ、この思考という名の戦場という文章を書いたですね、この作者がこのシェリルという女性とのまあ対話の中でですね、こう語っていることなんですけども、ここでシェリルという女性は自分の信仰が成長していないということを嘆いている、そのような方です。このようにですね、シェリルは言うわけですね。
するべきことは今まで学んできたから知っているけれど、実際に行動には移していないわ。私は時に意地悪なことや不親切なことをわざと人々にしてしまうの。私はなんてクリスチャンなのかしら。でも私は本当に失望しているのよ。神様にもたくさん背いてしまったわ。まあそういうようなですね、こうことを思っていて、その作者にそのように語るわけですね。そう、作者はこのようにまあシェリルに向かってまあ言うようにして私たちに語っているわけですが、私たち全員が何度も失敗をしてきました。完璧な人は誰一人存在しません。私たちは気をつけなければ、自分が達成できないことや弱点に対して悪魔に後ろ指を刺させるチャンスを与えてしまいます。まあ、この思考という名の戦場というタイトルの意味は、サタンが、悪魔が私たちの考えにですね、こう攻撃を仕掛けてくるとですね。そしてこう神様や信仰を失わせようとしたり、自分に失望させようとしてくる。そうじゃないんだってことを、まあこの文章は言おうとしてるんですけどですね。まあ、私たちは気をつけなければ、自分が達成できないことや弱点に対して悪魔に後ろ指を刺させるチャンスを与えてしまいます。それが起こると私たちは罪悪感を感じたり諦めたくなります。しかしそれは聖霊の思いではありません。自分がまだ達成できていないことや、より霊的にならなければいけない理由、または長年クリスチャンでいるならもっと霊的になっているべきなど、私たちはあれこれ悩み考えることもできます。しかしそれこそが私たちの短所や欠点に意識を向けさせようとする悪魔の策略です。まあ自分の弱さや欠点をですね、こう思ってそれをまあ克服したり反省することは必ずしも悪いことではないと思いますけれどもですね、でも悪魔はそこにばっかり目を向けさせると。それはむしろ悪魔の策略なんだというんですね。自分は自分にまだないものや達成できていないことに意識を向け続けると、私たちは思考における戦いで悪魔に前進させるチャンスを与えることになってしまいます。シェリルは心でこう思っていたようです。次々に圧倒的な勝利を収めることができれば、聖なる勝利の人生を歩むことができる。もちろん人生で勝利を手にする瞬間は何度もあるでしょう。しかし人生における多くの勝利はゆっくりと、しかも少しずつ来るものです。私たちが少しずつ前進するのと同じです。私たちは霊的にゆっくりと成長するため、普段自分がどれだけ前進してきたかに気づくことはなかなかありません。しかし悪魔が私たちに次々に圧倒的な霊的勝利を収めていないといけないとか、自分は負け犬だと思い込ませることができるのなら、悪魔はあなたの思考に重要な要塞を築き上げることに成功したのです。人生は戦いです。この戦いというのはですね、この悪魔との戦いということですね。悪魔は私たちを倒し滅ぼそうとしてきます。人生で戦わずにいられる場所はどこにもありません。しかし戦っているのは私たちだけではありません。イエスが私たちと一緒にいます。それもただ一緒にいるだけでなく、私たちの味方でいるのです。イエスは私たちを力づけ前進できるように励ましてくれます。シェリルは彼女の今までの失敗について振り返っていました。しかし私は彼女の今までの成功を彼女に思い出させました。あなたは悪魔が主導権を握っていると思っているけれど、それは真理ではないわ。あなたは失敗をしてきたけれど成功もしてきたのよ。一歩も引かずに前進してきたじゃない。神様は私たちの人生の問題や困難を完全に取り除くことは約束していませんが、私たちと一緒に人生を歩むと約束してくれました。神様は恐れるなと言いました。私たちはこの言葉についてよく考える必要があります。神様が一緒にいるからこそ私たちは恐れる必要がないのです。神様が一緒なら心配するべきことなど一つもありません。この文章を通して私は命を選び取るということのヒントを得たいと思っているわけですね。つまり私たちはすでにもう自分たちの弱さとかばっかり目を向けてしまって、そしてもうこの目の前に滅びの方、悪い方が私たちの前にあるとしか思えない時があるわけですけれども、でもそうじゃないと、神様がそうおっしゃってるわけじゃないっていうところに目を向ける。それは私たちの信仰の決断ですよね。
私たちの不安の方を選び取ってしまったり、私たちの何かもう期待できない未来の方しかないっていうことを私たちが選び取ってしまうのではなくてですね、神様はそうじゃないって言ってる、私たちに恐れを抱かせるために、私たちの考え方に影響を与えるサタンの声ではなくて、常に共にいるから恐れる必要はないとおっしゃってくださる神様の声の方を私たちが選ぶ、それが命を選ぶということですね。律法を行うというのは何か戒めしなければならないということに縛られるということよりもですね、もちろんしなさいという言葉もあるでしょうけれども、恐れるな、私はあなたと共にいるというですね、その神様の約束の方がサタンの囁きよりも強いんだっていうですね、そこに私たちが立ち続けるということが、まさしく律法に従うことであり、命を選び取ることであるということですね。今日また覚えたいと思います。3つ目に申し上げたいことは、主こそ私たちの命であるということです。主こそ私たちの命である。19節、20節を読みます。私は今日、天と地をあなた方に対する証人として呼び出し、命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。そうすればあなたもあなたの子孫も生きる。あなたの神主を愛し、その声を聞いて主に付き従いなさい。主こそあなたの命であり、主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた土地であなたは長く生きることができる。ここであなたは命を選びなさいとか、主こそあなたの命であるというふうに言われています。命を選ぶということは、命であられる主と共に生きるということですね。そしてそうしなければ命は得られないんです。それ以外の道がないというのが、まあ、聖書のメッセージですね。命もないけど死でもないという、そんな中間状態はないんです。聖書にはですね、命か死しかないんです。まあ、この日本でクリスチャン人口が非常に少ないっていうことは言うまでもないことですが、その一方でキリスト教を好意的に見る人たちも一定の割合でいるっていうですね、まあ教会の側としてはちょっと嬉しいことが、まあ、ありますですね。まあ、少なくともですね、キリスト教の幼稚園に喜んで行かせる親御さんたちがいる。またキリスト教主義の学校に喜んで行かせる親御さんたちがいてですね。そして、まあ、礼拝は退屈だけれども、でも別にキリスト教そのものが嫌いなわけではないって、ね、そういう気持ちを持って卒業していく人たちもたくさん、まあ、いるわけですね。これらのキリスト教にある程度好意を持っている人たちの存在というのは、日本において宣教の希望だと思いますね。やっぱりこういう方々がいるということは、非常に宣教の土壌としてですね、ある意味ではありがたいものだと本当に私は思っています。その一方でですね、やはり日本人にとって一つの大きなつまずきとなっていると思われるのは、主なる神様だけを信じなさいとか、この信仰以外には救いはないんだという、そのまあ排他的に見えるメッセージですね。キリスト教は悪くないが、キリスト教だけしか認めないっていうのが、あんまり好きじゃないっていう日本人の方は結構いる。そこに抵抗を覚えている方々が多いというので、ね、ちょっとまあそれはまた一つの壁であるように思います。神という言葉を使うときに、私たちは聖書が教えている主なる神様を思い浮かべるわけですけれども、しかし他の多くの神々を想像してしまう人たちも多いんですよ、日本社会ではですね。そういう中でこの世界を創造された唯一の神様を信じる人がさらに起こされていくためにはですね、本当に聖霊の働きが豊かにあって、まあ、今年の標語に掲げていますけれども、教会を通してですね、日本に住む一人一人の方が命である神にしっかり個人的に出会うことをですね、本当に祈っていきたいと思います。主こそ私たちの命でありますけれども、それは主だけを選ぶということの中でですね、私たちが手にすることのできる命なわけですね。あれもこれもではない、この神様だけ。それがまさしくなかなか日本の方たちには抵抗があるのかもしれないと思うですね、時にですね、本当にそこにまた本当にこう聖霊の御業としてのですね、大きな風穴が開けられて、やはりこの神様だけだと、一人でもですね、多くの人が主と出会ってくださることを私たちは祈ってまいりたいと思いますし、そのことのために仕えていきたいと思うんですね。私たちは知っているわけですよ、主を信じることがどれだけ素晴らしいことかっていうですね、これは本当にもう経験してみないとわからないわけですけれどもですね、本当にこの日本において
この年さらに多くの人がそのような恵みに出会えるように、主こそ私たちの命であるということですね。私たちだけでない多くの人が知ることができるように、そのためにはですね、私たちもまたしっかりそこに立ち続けるお互いでありたいと思います。お祈りをします。愛する天の神様、御言葉を感謝します。あなたは私たちの前に命と滅びの選択を置いておられます。中間はありません。ですから常にあなたの方を選ぶ私たちであることができるように、多くの人々にとっては一つを選ぶということがなかなか難しいかもしれませんけれども、どうぞ主よ、そこにあなたが働いてくださって、この日本において一人でも多くの方が誠の神様であるあなたにまた出会うことができるように、そのために私たちが本当にこの教会を通して日本とまたあなたにお仕えしていくことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。